はい、こんにちは。今回文法演習問題の4回目ということで、もう一度初級の問題やってみようと思います。ですがこれまたね、有名な近畿大学の問題で、結構引っかかる人がこれ非常に多い問題ですから、皆さん解けますか？はい、じゃあまずは15秒から30秒ほどでチャレンジをしてみてください。どうぞ。では、解説しますね。実はこの問題ね、受験生にやらせてみたところ、これ3番の選択肢にする人、これめちゃくちゃ多いんですよ。で、多分なぜかというと、このプレイズって単語は褒めるっていう動詞ですよね。だから誰かが褒められるに値するって意味から考えてしまったってことで3にしますが、それはもう絶対に選んではいけません。なぜかというと、文法問題一つ解くときにも必ず文構造から考えていきましょうねっていつも言ってるでしょ。はい、じゃあね、文構造を見てみましょう。これ if から始まって anyone deserves、まあ、deserve って動詞はこれ原則他動詞で使って何々に値するっていうふうに訳します。じゃあ何に値するかっていう目的語がここに来るので、はい、名詞が入りますね。この空所には名詞が入るということで、はい、この3番、このプレイズは動詞の過去形もしくは過去分詞形という形容詞、要は動詞か形容詞しか使わないので、まあ、これはもうおかしいと。まずは文構造の観点からすぐに切りましょう。そして4番、これ前置詞プラス ing ということで、この to は、これ今回ね、他動詞で目的語を入れますから、まあ、この to という形も前置詞なんでおかしいと。で、まあ、一応ね、自動詞もあるんですけど、この plays って単語は後ろに目的語を必要としますから、まあ、その時点でも通用しません。はい、じゃあ問題は1か2なんですよ。で、これね、実際ね、学生の他のパターンとしてはもう答えを選べないと、要はこっちもこっちももう適切じゃないと、だから選択肢に答えがないんじゃないかっていう人さえいたんですが、それは果たしてそうでしょうか。じゃあね、見ていきましょう。まずは1番の選択肢ですが、この having phrased とありますが、これ今回は名詞の位置に属すので、これ動名詞の形になります。で、動名詞にこのね、 having pp という形を使うと、過去とか完了、つまり褒めたとか褒めたことがあるっていう過去や完了を表すんですね。まあ、これはこれですごく大事なポイントです。動名詞の単語自体を過去の意味に強調しようと思ったら having pp にしなさいということなんですね。はい、ですがこの文脈上、明らか過去にする様子がないんですよ。もし誰かがボランティア活動に対して褒められるんであったら、それは彼女に違いないねって意味だから、まあ、これからまあ褒めるとしたら彼女でしょって話なんで、まあ、過去っていう褒めたっていうことはおかしいと。となると答え、これ2番がまあ正解なんですが、これなぜ正解か分かりますか？はい、じゃあこれプレイズ、確かに単語帳の見出しには褒めるというふうに動詞で書いてますが、これだいぶ前の動画でも言ったんですけど、一つの単語で一つの品詞だと思ってませんか？はい、特に近代ではこの大問以外にも実は空所補充問題っていうのがあってね、要は見た目上はこいつ動詞なんだけど実は名詞でしたとか、見た目上は名詞だけど動詞みたいにね、前にもこの単語を挙げたんですよ。フュール、これは燃料という名詞でよく使いますが、動詞だったらこれは助長するといったふうに、一つの見た目だけどいろんな品種を持っていて、実はそれをよく狙ってきます。はい、ですから辞書とかでちゃんと調べていくべきなんですが、こいつはね、今回名詞でした。はい、褒めるじゃなくて称賛ね。もし誰かが称賛に値するんだったら、はい、ボランティア活動で称賛に値するんだったら、それは彼女に違いないねっていう、これ名詞を入れましょうって問題ね。はい、ですからまず文構造に従って、今回は名詞を入れましょうっていう枠組みで見た時には、こいつかこいつしかないと。はい、偏見にはまらず、動詞はもちろんあるけど名詞もあるんじゃないかなって可能性を考慮して解いてみてください。あとプラス一つ、選択肢にこれプレイズ、今回元の問題にはこれね、プレイズイング、これなかったんですけど、もしこの選択肢があったら正解なの分かりますか？はい、それをちょっと考えてほしいんですね。
はい、これがあったら正解です。これなぜか分かりますか？だってプレイズってことはこれ褒める側でしょ。普通はもし誰かが褒める側に値する、ちょっとおかしいですよね。この文脈上誰かが褒められるって受動態じゃないとおかしいよね。でこれなぜ正解かというと、はい、実はこの単語deserve って単語の使い方、 deserve to do、 はい、そして deserve ing、 実はこれね、するとされるに分かれるんですね。なんとかするのに値する、で ing の場合は何々されるというふうに、実は ing を使うと一部の表現では意味的に受動態みたいな形になってしまうんですよ。はい。で、大事なポイントは、これは受動態の訳し方になってしまうっていう特殊な例なんで覚えてほしいんですが、受動態の訳し方になるということは、はい、受動態のポイントである目的語が前に移動するっていうことが成り立っていないとダメなんですね。はい、ですからこのプレイズイングを答えに入れた場合は、ここの目的語であるものが前に移動するということで、実はこれも正解だと。はい、ですからこの deserve to do、 deserve ing、もちろんねこの形でも OK です。 to be pp、 これでも、問題ありませんが、はい、何かをされるのに値するって場合は deserve ing もしくは deserve to be pp っていう形を使えるんだっていうのをしっかりと皆さんね理解しておいてください。はい、以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。